拓也くんめっちゃかっこいい。彼氏にしたいな。禁断の関係だけど彼氏にしたいな。あの先生、あっ、なにこの声。聞こえてる声。さっきから先生の心の声聞こえちゃってる。先生の声が気になって全然テストに集中できない。ちょっと待って、なにこれ、ここガチなの。あのちょっと拓也くん、どうしました。なんか変な音とかですか。特に聞こえませんでしたけど。いや、音っていうか、なんていうか、心の声みたいな。は？心の声？いや、なんでもない。ごめんね、テスト続けて。はあ。やっべえ、先生に話しかけられた時心臓止まるかと思った。あれ、やっぱり何か聞こえてる。でも焦ってる先生の顔超可愛かったな。やばい、私拓也くんのことが好きすぎて頭おかしくなってきてるかもしれない。マジか、先生俺のことそんなに好きでいてくれてたんだ。今日テスト終わったらどこか行きますか。はい、何ですか今度は。やっぱ心の声聞こえてない。はあ、またですか。もしかして俺なんかカンニングとか疑われてます。え、いや、そんなことはないんだけど。ごめんもう話しかけないから集中して。はあ、まあ別に大丈夫ですけど。先生、俺もびっくりしてとっさに嘘ついちゃっただけなんですってば。本当に聞こえているの？聞こえてます。もう今は X よりも Y よりも先生のことしか考えてないです。数学教師として言われてみたかったその言葉。まさか心の中で言われるなんて。本当に拓也くんがそう思ってくれてるの？思ってますよ。確かめてみてください。ねえ拓也くん。いや、なんすかマジで。またやっちゃった。やっぱり私の幻聴だったんだ。いや、もう直接話しかけられると聞こえないふりしちゃいます。これもうどっちかわかんない。どっちこれ。聞こえてます、僕を信じて。俺はその辺の男とは違います。信じて。本当に？はい、信じるからね。はい、次も絶対知らないふりしないでね。はい、知らないふりなんか絶対しません。お願い、頼むよ拓也くん。はい。え、どっち、え、これどっちなの？あの声聞こえて。またそれですか。ああ、もういい。このお前はもう諦めるわ。先生、聞こえてますよ。